モンスタートラックモンスタートラックとは、クラッシュカーレースに使用される砂地などを進むことのできる自動車。あるいはその車両を使用した自動車競技の名称。一般にはバギーと称されている。乗用車やピックアップトラックを模したボディをハイリフト化し、直径66インチもの大人の背丈並みに大きいタイヤを装着しているのが外見上の特徴である。エンジンは、 船舶用9リットル前後のものをスーパーチャージャーで下級し、1500馬力から2000馬力を発揮するものが使われる。フレームは交換パイプフレームで樹脂製の薄いボディが被さっているだけである。ボディのデザインは市販車をベースにしたもののほか、犬などをかたどったファニーなものもある。サスペンションは4リンクリジットが多く使われている。トランスミッションはハイローの2足のみ。 ステアリングシステムは前輪のみ、逆衣装 4WS、同位相 4WS を瞬時に切り替えることができ、大パワーと相まって5メートル長の巨大な車体を連続的にドーナツターンさせることもできる。ディスクブレーキは前後アクスルに取り付けられており、フルブレーキング時に激しい火花を散らせる。1974年に、フォードカイ250をベースに、 ボブ・チャンドラーとマリリン・チャンドラーによって作られたのが最初とされる。日本国内では道路運送車両法などによる制約から行動を走行できない。アメリカのモンスター・トラック競技において老舗名門チームであるグレーブ・ディガーのマシン。モンスター・トラックイベントは近年ではモンスター・ジャムの人気が非常に高く毎週末全米のどこかしらでイベントが開催されテレビ放映されている。 また、1980年代は TNT モーターズボルツ、1996年にはペンダレーシングシリーズなど多くのモンスタートラックイベントが開催されていた。なお、これらのモータースポーツイベントをアメリカではユナイテッドステーツホットロッドアソシエーションが1987年にクラッドバスターという電動エンジン RC カーを発売した。RC カー以外ではワイルドミニ トミカでも発売されていたことがある。ゲームの分野では、1996年には、マイクロソフト社が、モンスタートラックマトネスというゲームシリーズを発売するなど、モンスタートラックを題材にしたゲームも多い。シリーズ作品ではないが、1990年にはすでに、バリエから、モンスタートラックというレースゲームが発売されている。ありがとうございます。